じゃあ次、バレンシア戦行きましょう。サクサク進んでいこう。あとラストスパート。うわー、バレンシアの何これかっこいいんだけど、めちゃくちゃ。バレンシアインフォン結構好きなんだよね。エンブレムも好きだし。でも今、バレンシア相当やばいよね。めちゃくちゃなんかもう、崩壊してるというか <laughs>。大丈夫なんかな悲しいんだけど、バレンシアが。そんな状況になってんの。37試合目はもう、やばいね。やりすぎじゃないめちゃくちゃやってるわ。めちゃくちゃやりまくってる。FIFA プレイしまくり。 面白えよ FIFA はマジでまだ買ってないやつ買え今すぐ買え安くなってると思うからもう今すぐ買ってくれマジで最高だぞこのゲームオンラインも面白いしオフラインも面白いしマジでカットしライも楽しみだしなめちゃくちゃキャリアモードがどう変わるのかいろいろ他にもなんかどう変わるのか気になりますけどそぐいめちゃめちゃ話変わるんだけどおっと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  あの、フットボールマネージャーだっけなんかめちゃめちゃあ、あ、あ、なにこれパス。こっちだよーん <laughs>。えオフサイドオフサイドじゃなくない今の。ほんとかお前レフェリー。ほんとかこれいやー、オフサイドだ。最悪だ、マジで <laughs>。マジ最悪だわ。シュートめちゃめちゃうまかったのに。 そうなんかな海外アカウントだとスイッチで回るみたいなのは見たことあるような気がするんですけどあのフットボールマネージャーってめちゃめちゃリアル思考の、まあ、キャリアモードよりもね更にマネジメントに特化した感じのゲームじゃないですかあの伊東純也が所属してるランスの監督がフットボールマネージャーからいろいろ学んで実際今監督やっててランスはなんか。 あれだよねその監督ライセンス持ってないからその監督があのー、ライセンスおら全然だライなんか罰金払いながらその監督を起用し続けてるっていうのを見たんですよニュースですごいなと思ってそれゲームからさそういう風にはいさすがにねイージーです決めさせていただきますゲームからそうやってリアルのね監督になってしかもなんかめちゃめちゃ今ランス調子いいんだよね あんまりリーグワンのことは知らないんだけどそういうニュースを見てすごいなぁとちょっと思いましたねフットボールマネージャーやってみたいけどねまあ動画じゃ多分絶対やらないだろうねでそこで思ったんだけどちょっとフットボールマネージャーは多分結構ガチガチにリアルだと思うんだけど FIFA のねキャリアモードもね監督モードみたいなその試合を操作しないでただ見るだけそのモードを増やしてほしいわこれ毎回言ってると思うんだけどマジでそのモード増やしてほしい なんでさ、そういうの分かんないんだろう求めてる人がいるって。プレイしてほしいんかなちょっとでもプレイしてほしい感出てるよね、正直。あの、ハイライトプレイとかもあるから。まあでも、別にプレイはするのよ。<laughs> プレイは別にして、それとオプションでそれも欲しいなっていう。なんかちょっと、分かってんなっていうようなことって、そこまでアップデ,アップデートっていうか、新要素、まあ、来てはいるんだけど。 もっと来てほしいよね。年齢変えられるとかさ、なんか昔変えられたのにさ、なんか変えられてほしいよね。おい、ちょっと、さあ、後半行こう。そう、俺なんか、ね、なんで今日ね、元気がいいか、テンションが高いかっていうと、今俺、絶賛ダイエットしてるんですよ。もうちょっとマジで、ずっとダイエットしようしようっつって、まあ、何回もして挫折してって感じでやってたんですけど、ダイエットしてて、めっちゃ今痩せてるんですよね。しかも、ちゃんと別にご飯も食ってるし。 まあちょっと運動も軽くしてるあの無理ない程度にねしてるって感じでそれでダイエットしてて今58キロ台に突入したんですよそれが嬉しくてそもそも5 0キロ台になってること自体がもう6年7年ぶりぐらいなんでずっとね60最大6 5キロぐらいまだ行ってて6 2キロとか3キロとかそこら辺もずっとあの何行き来してたんですけど今もう50 8キロ台行って、まだでも言うて多分これは水とか抜けただけだと思うんで、5 9キロぐらいはあると思うんですけど、5 9キロちょっととか。でもそれが嬉しくてね、今。そう、健康的に多分痩せてってはいるんですよね、実は。まあこれは多分ね、何かしらの動画で、このチャンネルではないけど、あの、そのダイエット方法とか、ダイエットもうちょっとね、成功したら動画出そうかなと思ってはいるんですけど、それでちょっと今テンション高いと。めちゃめちゃね、 体が軽いのよ最近ほんとにあと顔がめっちゃスッシュってなってさそれがうれしくていやベンズマありがとうベンゼマー好きおにぎり食べたい好きえっちょっとどこ行くのどこ行くのどこ行くの何やっちゃってるの何これ全然愛感じられてないんだけどベンゼマ逃げられた振られちゃったよ好きって言ったら最悪だわ そんな最短で振られることある最短で即振られちまったよめっちゃ逃げてたもんね完全にもう逃げだったもんな選手帰ってたわ誰帰ってたかちょっと見てなかなったまあどうせアコマ入ってるわベンゼマあ逃げた <laughs> ベンゼマ完全に逃げたわ告白したら最悪すぎるんだけど何これめちゃめちゃ泣いるわ愛感じだと思ったから告白したら勘違いだったわ こっちの勘違いでした。いやー、もっと点取れたと思ったけど、意外とバレンシアはちょっと硬かったな。マウザーマッチはナチョ・フェルナンデスだ。三玉のゴールを一応把握しましょうか。全部ベンゼマからの愛なんですけどね、これ。1ゴール目もベンゼマからの愛。そして2ゴール目も、もうこれなんてもう完全に、ベンゼマ行けた可能性もあったあでもパスでよかったか。いや、愛を感じたんだけどね。人へどっか旅立ってったわ。お、久々にこれ。ディリフトダンス見れる あー来た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 デリフトダンス見てるなんかもうみんな久々だけど全然テンション上がってないですねお写真かっこいいこういうのいっぱい求めてるダービーでの勝利これは自分のエゴ 見せますまた音楽業界利用可能だけどさ、大丈夫音楽業界にこれ投資して。準備完了来てる。ああレストランチェーンはマイナス食らってますね。やべえ、ちょっと投資やっぱ面白いぞ。最初ないがしろにしてたけど、これやった方がいいわ。面白い。あ、結構回収できてるじゃん。回収できると面白いな。これ多分全部マイナスがあったらめちゃめちゃテンション下がるだろうな。いや、もう投資しまくるよ。はい、もう全部投資。 全都市あ。意思決定なんか来たサマーブレイク。1日後に利用可能だって。まだちゃんとトレーニングもしましょう。さあ、次、エスパニョル戦。15位なんだ、エスパニョル。イージーだな。えっと、これ、最終節です。ちなみに。で、優勝はもう決定してますね。レアルの優勝は確定してると。うわー、最終節、しかもホームでできんの嬉しいね。全力プレイでいきましょう。さあ、ラストだよ。リーグ戦。直近3試合で7ゴール。行 <laughs> かれてる。さあ、38試合ですね。最終。 最,終か最大試合数はいや38試合もやるのか長かったようで短かったような感じしますねとりあえずこれあれだよね多分試合終わったら表彰状というか表彰,表彰状じゃねえか <laughs> あのなんかもら,えもらえますよね授与,授与式がありますねトロフィー掲げるシーンあるよねもちろんおベンズマからの愛が届いたおいこれ打ってみようかないやワンチャンあるよな実際結構力強いシュート打てた やべえやべえやべえおい大丈夫か大丈夫かデリフト止めろおーシュートの威力はちょっと鬼だったなナチョ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 さっきいいクロス下げてたからねどうしたナチョどうした最近ねあるアプリにはまってるんですよね俺携帯のなんかアプリとかって全然やらないんだけど最近ねあのあるアプリにはまってましてパスしていやねおっとおっとおーいハハハハハ <laughs> そのアプリは何かと言いますと「ニケ」ってやつですね「勝利の女神ニケ」っていうアプリが今めっちゃはまっててあのやってるんですけどこれね別にあれですよ「チェーンソーマンコラボ」が始まったからやってるとかじゃなくてチェーンソーマンコラボ始まる前から一応やってはいたんですけどそうそうまあそれではまってるてやってるんですけどちょっとおすすめですね。あの別にその変な目,目的じゃないですからねあのゲームをやってるのは。 あのゲームなんかすごいお尻が揺れたりとか胸がめちゃめちゃ揺れたりとかあのとんでもないね演出があるんですけどそれ目的でやってるわけじゃないです普通にちょっとゲームとして面白いなっていうのでやってるんですけど結構おすすめなんだよなマジでおいマジかいやファウルでしょさすがにいやうまちょっと待ってうますぎんレンゼマ ちょっとそこに俺はもう衝撃を受けてんだけどベンゼマがうますぎるんだよなさっきからどういうことなのか三笘58ゴール目かちょっとこれ切りよく60ゴール取りてえなどうせならあない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 意味がわからん意味がわからん今の普通に罰をしただけでああへ変なふうになった60ゴールいきましょうこれなんか切り割るの嫌です60ゴールを決めてなんでちょっとマジで超真剣にやる 超真剣にやる。来た、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 来た。よし、よし、よし。打つ。いやー、最悪や。後半で二点は決めれるよな、絶対。やばい。いらないす、よかった。よくやった。マジでよくやった。 今、絶対ちょっとボールタッチでかかったなーって。あ何カップル成立成立の可能性あったな今。ちょっとここ、でかすぎたってか、持ちすぎたかなと思ったけど。めちゃめちゃギリギリをついたわ。ナイスすぎ。よっしゃ、あと行って。あー、ベンゼマ、変わったわ。あー、やっぱりちょっと離れていっちゃうね、ベンゼマさん。何か言うと離れちゃう。やばい、時間がないんです。おここ、コマン頼むよ。いやー、下げたか。まあまあ、いいよ,よく。作り直すという意味では。 いやファール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 取らねえ何でもこれぐちゃぐちゃしちゃっていや待て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 いける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 マジでいけるもう止めやがってよいや遅いて選手も変える意味ないやろういやここにいたわ多分得点のチャンスがあるデリフトやめて OKOK ああ終わっちゃった まあ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 、まあ、個人の記録はねとりあえず置いときましょうすごいことだから59点取るって普通に考えたらとんでもない出来事なんだからよーし最終節はでも初トリックできたからいや気持ちよく優勝ですよ最高じゃねえかよいや長かったな実際やっぱ1年間やるっていうのは長えな本当に大変だと思うちゃんとフルで試合するってなったらまあでもだからこその達成感やった感はあるよなトロフィー掲げるのこれコマンでしょどうせいとまにしてほしいわ いや、バルベルデとかさクルトワとかそこら辺の選手が挙げてほしいけどなコマンは違うのよ絶対お前思うけどコマンは絶対違うよ絶対コマンじゃないよおおおおおい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  いや、嬉しいね、これは。マジで大変だった。疲労感半端ない。でも最高です。優勝できたんで。しかも、ホームでね、このトロフィー掲げれるっていうのはマジででかい。これ、アウェーだったら最悪だったわ。いや、いいね、サポーターと、この勝利、この優勝を分かち合おうぜ。最後のこのね、みんなで集まって、ワイワイしてるシーンが一番好き。このシーンが一番好きで俺はもう。中雨めにど真ん中に、三笘桃山マッチ。気持ちです、これはもう。気持ち合ってる。 まあ悔いは残ってるけどな。60ゴールっていう、取れなかったけど、そこの大台。まあ、切りは悪いけど、59。なんか、数字としてかっこいいからいいでしょあ、そしたら3点目。これはもうなんか、気持ちで押し込んだ感あるよな、正直。バルサもやべえ、5対0。うわ、超喜んでる。これ見ましょう。トロフィーはあるのかなトロフィーあるなんか、トロフィーなくね。<laughs> トロフィーあってほしいんだけど。あるけど、透明になってるよ、トロフィーが。もう、普通にテンション下がるわ、そういう絵の。もう、いや、見ないわ。<laughs> うわ、なんかめっちゃ来てる。シーズン最優秀選手になった。マジか。お祝いしてくれた人たちに感謝の言葉を送り、来シーズンはもっといい成績を残したいと報道陣に伝えましょう。チームメイトに感謝する。授賞式のディナーでチームメイトに感謝し、彼の衣装を捧げるとスピーチをしましょう。スポンサーとの新規契約。今回の受賞により、新規及び既存のスポンサーとの新規の契約について話すことができます。いや、俺ごめん。 これちょっとさすがにエゴイ,エゴイストポイント選べないわ。もうどう考えてもチームメイトに感謝でしょ。だってこれ、レアルというチームに来れたからこそあるけどね。選手、チームメイトのおかげですよ。まあ、三笘の子のおかげのとこも何個もあるけど、チームメイトに感謝しましょう。じゃ誕生日の準備誕生日来るんかえ、チームメイトを集めて誕生日を祝います。ボーリングハンバーガーやフライドポテト、そしてカラオケを楽しみましょう。いや、CL 決勝前ですからね。ちょっとあんま良くないじゃないですかね、それは。大切な人たちとのパーティー。家族や親しい友人を招いて誕生日を祝います。シャンパンを冷まし、冷ましてね。 冷やしししてケータリングを手配しましょうこれまでで最も華やかな誕生日パーティーいやもうこれでしょ三笘らしくないかもしんないけどさすがに肌に生かしてくれよ。 サマーブレイクか。クラブのコミュニティプロジェクトを訪問。トレーング後の午後にクラブが地域コミュニティを行っている多様性推進プログラムのプロジェクトの一つを訪ねましょう。クラブのコミュニティ活動を賞賛すると。クラブの SNS カチャネルで、地域コミュニティでの活動についてインタビューを受けましょう。クラブルスポ、クラブルスポンサー。グラブルみたいになっちゃった。クラブスポンサーとの交流会。スタジアムでクラブスポンサーとの交流会。スポンサーでそんな気にしてねえよ。クラブのコミュニティ活動を賞賛でいいか。とりあえず。 じゃあ一応 CL 決勝前ですけど、いろいろニュース見ましょう。まずベスト11、三笘、いるね。そりゃいるね。手足低減、モレーのデイビス、ミリタをバック、三笘、バルベルデ、チュアーメニ、ラフィーニャ、グリーズマン、レバンドスキと。めちゃくちゃいいメンバー揃ってますね。ここにね、大会最終選手の三笘が映ってないことがちょっと不満ですね。で、ゴールデンブーツ賞もらいました。出場試合が36試合で59ゴール。意味がわかりません。正直。 でアシスト数が20で市場価格が 119M119 11ミリオンですねでこれはとんでもない数字になってます大会最終キーパーはクルトは大会最終選手が三笘薫もうなんかインタビュー受けてますね三笘の活躍により素晴らしい成績を残したレアル・マドリードもちろんこれは自分にとって大きな名誉ですが受賞できたのは周りの選手のおかげですレアル・マドリードはクラブのみんなの結束で真のチームと言えるものになっており サンチャコ・ベルナベルを成功へ導いた仲間にこの賞を捧げたいと思います。いやーかっこいいね。うわー、ウェアブランディングマイクロファイナンス。マイナスです。まあでもちょっとだけマイナスだからいっか。リーグ戦の最終的な選手データ見ていきますか。まずまあ得点王はもちろん三笘で。2位がラフィーニャ。20ゴール。で、レバンドスキーが19ゴール。この2人でもう40ゴールぐらい決めてんだね。で、バルベルデが18ゴール。ルカク17ゴール。やばいね。ウィリアン・ジョセもめっちゃ決めてるね。 16ゴールグリーズマン15カラスコ15おっすごいグリーズマンカラスコルカクでアトリティコはもうめちゃめちゃ点取りまくってるアシストがおあトマなんだ20アシストバルベルデの16アシストレバンドスキーラフィノも99で並んで,でレアルのカマビンガベリンガムベンザマが998と。 並んでるという感じですね。あー、ビンシェイスもまま7でいけるわ。それじゃあ次は、チャンピオンズリーグファイナルですよ。で、三笘17ゴールなんで、まあ、得点ランキング1位はもう確定なんですけど、大会記録はどうなのかなちょっと超えたいっすね。じゃあ運命の決勝戦いこう。